はいどうもこんにちは。今回はこちらトミカ標識セットのシリーズ第5弾となってます。今回のラインナップはロンドンバス、スバル WRX-STI タイプ S、 リスズ高所作業車、日産スカイライン、日産マーチパトロールカー、スズキラパン、日産 NV350 キャラバン消防指揮車、マツダ RX-8 の全8種となってます。今回この新しいコレクションで全8種類購入できましたので、一緒にコレクションチェックしていきましょう。はい、それではね、一つ目見ていきましょう。まずね、ちょっと箱の方からチェックしていきます。トミカ標識セット全8種類ということで、トミカと一緒に遊ぼうチューインガム入りとなってます。で、箱の方ね、この上の面に何が入っているかね、書いてあります。これは1番のロンドンバスが入っていますということで、こちらに全8種の紹介と、まあこういったパッケージになってます。じゃあ開けていきましょう。まずロンドンバス、はい、ピンクのロンドンバスですね。はい、こんな感じ でトミカのね、まあ、ずっと売られているシリーズですね。ロンドンバスピンクです。かわいい。こんな感じで赤文字でトミカって入ってます。こちらね、ロンドンバスと、はい、ピンクのボディカラーもね、可愛くていいですね。はい、こんな感じでね、通常のねトミカと同じようなトミカちゃんと入ってます。そして標識セットということで、標識ですね、こんな感じで、組み立て式のね標識が入ってました。ちょっとねシール貼っていきましょう。で、台座に固定と、はい、標識もできました。はい、こちらの標識は学校、幼稚園、保育所等ありの標識で、近くに、ね、学校とかがあるよという標識となってます。で、中にはこういったねチューインガムが入ってます。はい、1台目はねロンドンバスでした。それではね、次のトミカ見ていきましょう。はい、それではね、次の箱見ていきましょう。2箱目はこの2番ですね、スバル WRX-STI タイプ S ですね。開けていきましょう。はい、スバル WRX-STI タイプ S ですね。黄色いWRX、 めちゃくちゃかっこいい黄色いですよね、これかっこいい。はい、こんな感じですね。こんな感じで、ね、リアスポもかっこいいし、ね、STI とかちゃんと書かれてます。で、シャシーですね、こんな感じで。はい、トミカトミーナンバー112ですね。62分の1のスバル WRX-STI ですね。2015ですね。はい、そして、ね、こちらね、ギミックがね、ついてまして、ボンネットフードが開きます。中、黄色ですね。黄色よく見えますね、中もね。はい、こんな感じになってます。うん、黄色い WX、めっちゃかっこいいです。で、標識ですね。標識は入ってますね。はい、標識はね、こちらです。これもね、シール貼っていきましょう。で、台座に乗せて、はい、標識完成です。はい、こちらのね、標識は、右または左のつづら折りありっていう標識ですね。この先、こう、ジグザグの道が続いているという標識です。はい、ということでね、2台目はスバル WRX-STI タイプ S でした。それではね、次のトミカ見ていきましょう。はい、それではね、次のトミカ見ていきます。今度はこちらですね、3番、イスズエルフ高所作業車が入ってます。ということで、開けてみましょう。はい、出ました。イスズエルフの高所作業車。オレンジとね、赤のボディカラー。かっこいいですね、これもね。
常に塗り分けとかも細かくてね、ちゃんと五十鈴エルフって書かれてたり、非常にかっこいいです。色もね、珍しいですよね、こういった赤とオレンジの組み合わせね。こんな感じですね。これはこの上がったり伸びたりします。かっこいい。回転もしますね。はい、こちらトミカ2001トミイスズエルフナンバー83、68分の1スケールとなってます。そして標識ですね。はい、こんな感じでこちらもねシール貼っていきます。向きにねちょっと注意して貼ります。で台座に、はい、こんな感じでできました。はい、こちらね駐車禁止のあの道路標識ですね。はい、こんな感じです。はい、ということで3台目はイスズエルフの高所作業車でした。それではね次見ていきましょう。はい、それではね次見ていきましょう。次はですね4番日産スカイラインが入っています。開けましょう。はい、日産スカイラインです。はい、こう赤いメタリックボディのスカイライン、非常にねこう曲線美があってかっこいいですよね。でフロントマスクはこんな感じ。ライトはシルバー塗られてて、まあ、センターにエンブレム、ここに細かいんですけど、ハイブリッドって書かれてますね、ここ。ハイブリッド。でこの辺りもちょっと、ドアの縁をね、ガラスの縁をシルバーで塗られてたり、この中はブラックだったりね、結構塗り分け細かいです。はい。こんな感じで。はい、シャシーね、こんな感じになってます。トミカトミナンバー105、66分の1の2013年ですね、スカイラインということで、特にねこちらはギミックはないようです。で続いて標識ですね。はい、こちらがね入ってました。これもねシール貼っていきましょう。はい、そしてね台座に乗せて、はい、完成です。はい、こちらね、一時停止の標識ですね。これはストップの文字があるバージョンですね。これないバージョンもね、これあるみたいです。はい、ということでね、4台目は日産スカイラインでした。それではね、次見ていきましょう。はい、続いて見ていきましょう。続いては5番、日産マーチパトロールカーが入ってます。じゃあ、開けていきましょう。はい、出ました。日産マーチパトロールカー。警察署、ポリスって書いてますね。はい、マーチのパトカー。こんな感じで。マーチ、かわいいですよね。はい、こんな感じで。V 字タイプの赤色灯ですね。そしてシャシー、こんな感じで、トミカトミ58分の1 2010日産マーチですね。で標識ですね。はい、こちらがね入ってました。こちらもねシール貼っていきましょう。はい、こちらもね、向き注意ですね。右側に赤が来るようにですね貼っていきます。で台座に乗せて完成ですね。こちらは信号機ありというね道路標識です。近くに信号機があるよというね案内ですね。はい、ということで、ね、5台目は日産マーチのパトロールカーでした。それでは次見ていきましょう。はい、続いてはこちらですね、6番スズキラパンですね。じゃあ開けていきます。さあ、ラパン、はい、出ました。スズキラパン、
ブラックボディのねラパンですね。かっこいいです。かわいいしね、ちょっと黒のねボディカラーだとね、かっこいい感じもしますね。こんな感じで。はい、テールランプはね、赤で塗り分けられてます。そして、ルーフが赤い。赤いルーフですね。ツートンルーフ。うん。かっこいいですね。で、シャシーはこんな感じですね。はい、トミカ、トミー、スズキラパン、ナンバー82、56分の1、2009ということですね。で、標識ですね。はい、こちらがね、入ってました。こちらもね、しらっていきます。はい、そして台座に乗せて、完成ですね。はい、こちらのね、標識は歩行者専用の標識となってます。はい、ということでね、6代目はスズキラパンでした、ね。かっこいいラパンでした。それじゃあね、次見ていきましょう。はい、続いてはこちらですね。7番、日産 NV350 キャラバン、消防指揮車が入ってますということです。じゃあ、見ていきましょう。はい、出ました。日産 NV350 キャラバンですね。消防指揮車で。で、ここにちゃんとね、指揮車って入ってますね。はい。で、消防局とかね、ちゃんと書いてあります。フロント。はい。ここにもね、ちゃんと指揮車。こんな感じですね。かっこよく作られてますね、ちゃんと。こんな感じで、リア側。こちらはね、ここがね、開きますね。リアゲートが開きます。うん、かっこいい。はい、こんな感じで、回転灯も、ね、赤色灯。そして、シャシーもこんな感じですね。トミカ、トミー、日産、NV350 キャラバン。スケールが69分の1ですね。2012となっています。そして、標識ですね。こちらが入っていました。じゃあね、シール貼っていきます。で、台座に乗せて完成です。で、こちらね、消火栓のね、標識ですね。ここに消火栓があるよというね、標識となっています。はい、7代目はね、日産 NV350 キャラバン消防指揮車でした。それじゃあね、ラスト見ていきましょう。はい、それではね、最後の一箱です。はい、こちら8番、マツダ RX8 が入ってます。ということで、開けていきましょう。はい。はい、マツダの RX8 です。はい、グリーンですね。感じで鮮やかなグリーンカラーの RX8 です。ちゃんとね、こういったところが、ね、塗り分けされてますね。こう黒が入ってます。そして正面こんな感じですね。 RX8、ね、かっこいいですね。この NA ロータリーエンジン搭載したね、はい、こんな感じで、テールも、こう、シルバーとかね、こう、ブレーキランプ赤とか。これ、ベースはね、クリアパーツがね、どうやら入ってるようです。細かい。ここに RX8、マツダのマーク、マツダ、書いてあります。こんな感じで。ルーフがブラックで、グリーンとブラックのツートンですね。こんな感じになってます。で、シャシーですね。こんな感じですね。はい。トミカ、2003トミーですね。2003のマツダ RX8、ナンバー96ですね。スケールが59分の1ですね。となってます。そして標識ですね。こちらが入ってました。これもね、シール貼っていきます。
はい、そして台座に乗せて完成です。はい、こちらね、徐行のね、道路標識ですね。ゆっくり走ってくださいということですね。はい、ラストはマツダのね、RX8 でした。はい、ということで今回のトミカ標識セット第5弾全8種を開封してね、コレクションチェックしてみました。バスやトラック、スポーツカー、そして緊急車両ね、あと軽自動車とね、かなりバリエーションに富んだね、ラインナップでね、また素敵なコレクションを増やすことができました。また今後ね、第6弾が出た時にはね、ぜひ買ってね、またご紹介したいと思いますので、もしよかったらね、チャンネル登録、そしてグッド評価のよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。